隼人君お疲れ様です。昨日は、なんていうあの海外ならではのハプニングということで、1週目の練習参加の予定があったのですが、あの残念ながら今日できませんでした、はい、で今日、練習参加をするチームはちょっとチームが変わって、以前本田圭佑さんが選手がオーナーを務めていたオーストリアの2部の SV ホルンの、アンダー23に、練習参加をします。意気込みなどはありますでしょうか。とにかくこっち来て初めての練習参加なのですごい楽しみです。で、その自分の特徴である球際の部分だったりをその常に出し続けて、そのパスとかコントロールの部分で日本人の良さ、自分の良さを違いとして見せたいです。ありがとうございます。K.I. ドリームに来て、まあ、オーストラリアに来てですね、今何日ぐらい経ちます？ちょうど1週間ぐらい。慣れましたか？オーストラリアに来て、国とか、一緒に住むルームメイトとかどんな感じですか？すごいルームメイトは楽しくて優しくてすごい過ごしやすいです。なんか日々なんかこういうことを学んだとか、どういう生活を送ってるんですかね。今来てから、来てからはサッカーはもちろんなんですけど、サッカー以外のドイツ語だったり常になんか教えてもらいながら勉強しながら生活してます。そう、あのジュニアとかユースとかで2軍アンダー23とかのクラブハウス、クラブハウスというか全部。ここがそのオフィスになります。クラブハウス内です。ジュニアとか、アンダー23のクラブハウスです。さすが環境はいいです。いよいよ、トレーニング場に到着しました。先ほど監督やコーチと話して、2軍のチームはほとんどがアンダー23だけど、早く隼人君と同じ2004年生まれということで、それを含めてまたさらに意気込みの方はありますか？同い年ってことでなおさら今までやってきたサッカーの差が分かると思うんで、でも同い年だからといってなんていうんですか、その思いっきり年上とやってる感覚で行ったりしたいですね。ちなみにエスパーホルンの今スタジアムではないんですけども、アンダー18まで、それとアンダー23、ジュニアユースなどのトレーニングセンターみたいなエスパーホルンに来たんですけど、今見た感じで3面の天然芝で1面の人工芝があって、で大きい建物があって、環境はどんな感じでしょうか？すごいいいですね。とても外から見ても中から見てもでかくて、でグラウンドもあって
ってとてもいい環境だと思います。頑張ってください。はい、ここでウォーミングアップできるね。練習前に毎回こうやってウォーミングアップして、内村隼人選手が、今練習参加している SV ホルン、以前本田圭佑選手がオーナーだった、トップチームは2部、オーストラリア2部にある、SV ホルンのアンダー23に参加しております。ハヤト君、お疲れ様。お疲れ様練習どうでした？練習初めてで、まあ思ってた以上に、ちょっと強度の部分だったりが自分より多分想像してた以上に異常ではなかったんですけど、まあとりあえず楽しかったです。なんか、初めてトレーニングをしてみて、その強度の分の他になんかやっぱこっちのサッカーと日本のサッカー、なんかサッカーの違いとかって感じました？感じましたね。そのやっぱ日本だとそのパスの質をこだわるんですけど、こっちはあまりそういうのがなくて、ただ単に練習メニューをやってるだけみたいな感じだったんで、そこは違うなと思いました。他に何かあります？
他はその普通っていうかわかんないですけど、周りも見てる方も声かけたり日本はするんですけど、こっちは全然するのがなくて、で数えもしなくて、ちょっと声が少ないなと思いました。なるほど、お疲れ様です。お疲れ様でした。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.